皆さんこんにちは、一品館の木原です。それではね、ティアック505シリーズの DA コンバーターの方ですね、クロックジェネレーター、こちらの音質チェックをやっていこうというふうに思います。まず最初に聞いていくのはですね、ティアックの UD505X ですね。ティアックストア税別15万8000円の DA コンバーターです。こちらはですね、PCM が 768/32bit、DSD が 22.5MHz まで、入力することができて、出力はバランスと RCA が各1系と、様々なね、ファンクションを切り替えすることができて、音量もですね、可変出力がついております。ヘッドホン出力も本格的なものがあって、5極のバランス対応のですね、4.4mm のジャックですとか、標準ジャックも2つあるというような構成になっております。入力はですね、USB 入力の他に、同軸と光の RCA 入力、ミニステレオ型のですね、同軸光入力が一つついております。ハイレゾに対応する Bluetooth 入力の 4.2 が備わっています。クロック入力は BNC が1系統 10MHz。消費電力は待機時 0.4W、使用時 18W というものになりますね。寸法は幅が290、高さが84.5、奥行き 248.7、重さが 4.1kg というものですね。仕上げはこのブラックとシルバーがあって、で、エアボーンも全く同じ仕様ですけれども、エアボーンの方は価格が21万円、UD505X スペシャルというものですね。で、DA コンバーターこの2台を聞いていこうかなというふうに思います。で、これにですね、新発売された、ストア価格がですね、税別16万円の、ティアック CG10MX というね、クロックジェネレーターを入れたときに、このノーマルがどのように音が変わるかっていうのを聞いてみようと思います。そしてその次にですね、クロックジェネレーターを外して DA コンバーターをですね、エアボーの UD505X スペシャル21万円のものに変えます。そして、この CG10MX16 万円の現行モデルとですね、今もちょっと終わってしまったんですけども、試聴機1台残っておりましたので、エアボーのですね、CG10M スペシャルですね。これの一つ前のエアボーモデルのスペシャルモデル、税別17万3000円。まあ、いずれこの 10MX のエアボーモデルも作りますけど、現在まだ準備ができておりませんので、一つ前のですね、10M スペシャルとですね、この 10MX をですね、エアボーのダックにつないだ時に音がどのように変わるかというチェックをやってみようと思います。で、最後にですね、ミューテックから出ております、10メガのですね、クロックジェネレーター、REF10NAND というね、26万円のものですね、こちらをチェックしていこうと思います。ちょっとここには持ってきておりませんけれども、これはですね、聞いていくときに詳細をちょっと説明しようかなというふうに思います。ということで、アンプの方はですね、先ほど使って音が良かったエアボーンですね、AP505 スペシャルをですね、18万5000円、これをですね、2台使って、モノラルで BTL で2台使いにしております。それでですね、この DA コンバーターとパワーアンプの接続はですね、先ほどはエアボーの MSU エクステンション2というRCA ケーブルを使ってたんですけど、現在 QED のですね、ちょっとこれ型は後で調べておきますけども、結構上等なやつですね、1メーターで6万か8万ぐらいしたと思うんですけど、リファレンスのですね、バランスケーブルに変えて、この DA コンバーターとパワーアンプをつないでおります。そしてスピーカーはですね、これは先ほどアンプをチェックしたのと同じ BMW の 702S3 を使っております。で、一応まあ念のために復調しておきますけど、隣のですね、注意の N100 っていうミニ PC にですね、エアボーンの 12V の電源をつけたコンピューターが、隣の部屋にあって、ハブが3つぐらいあって、ここにですね、ボリューミオのリボという機械があります。で、ボリューミオのリボまではルーンで行って、ボリューミオのリボから、この UD505X まではですね、5メーターのですね、オーディオクエスト USB カーボンというUSB ケーブルでつながっているというシステムで聞いていこうと思います。ではね、早速1曲目のですね、ネバーンアブソリューションから聞いていこうと思います。
まず1曲目、Never Absolution を聴いてみました。イントロ部分のですね、中高域の抜け感とか、音の張りとか、この辺は申し分がなくて、素晴らしいなと。本当にこれがね、15万8000円で売られているダックかなと思うぐらい音でしたよね。そしてコーラスが入ってきてハーモニーになる部分でもきちっとした分離感が保たれていて、最後低音が入ってくる部分はね、若干やっぱり低音の押し出し、ドーンって言うんですけど、ここのうねり、ドーンっていう、うねりまではちょっと出なかった。ここが出ればもっといいのにな。あとは全体的にちょっと音が薄めなので、もう少しこうパワー感とか密度感が上がれば、さらに良くなるなという印象はありました。はい、ではね、次2曲目、ルート66を聴こうと思ったんですけど、まあクロックジェネレーターがもう繋がっているので、クロックのね、入り切りは簡単なんで、ここでクロックをですね、オンにして、Never Absolution をですね、CG10MX ですね、16万円税別の新型のクロックジェネレーターをつないだらどのように変わるかということをまず先に聞いてみようと思います。クロックジェネレーター CG10MX をつないでみました。やはりね、より音がきめ細かくなって、改善したっていうのが分かりますよね。うまく表現できないんですけども、全体的に情報量が上乗せされて、レンジも広くなったし、音が滑らかになって、こう表現力も増したっていうのは確認できたかなというふうに思います。では再びクロックを外してですね、ルート66、こちらを聞いてみようと思います。
はい、まずクロックジェネレーターなしでね、聞いてみました。情報量とかね、音質としては非常に申し分ないと思います。音も細かいし、例えばグレース・マヤさんは口がこうどうなってるか分かるぐらいきめ細かく発音も聞こえるし、例えば日野テルマサさんのトランペットの音の抜け感とか、こういうオーディオ的な部分では本当に申し分のない音だったなっていうふうに思います。で、これでですね、僕が何が足りないかっていうと、やっぱり押し出しですよね。もっとこうやっぱりドンっていう力強い、なんかこっからここで音が止まってるっぽくって、こっからもっと音が前にドンと出てくるようなですね、力感があれば、さらにこう音楽が躍動して楽しく聞こえるなというイメージはありました。音質としては非常に良かったと思います。はい、では次クロックジェネレーターを入れて、同じ曲を聴いてみようと思います。CG と MX をつないでね、同じ曲を聴いてました。確かにやっぱり全般的にこうかさ上げされて、分離感とか滑らかさとかすごく良くなってると思います。でもこれはね、税別16万円、こちらが18万5千円ということで、両方合計すると34万5千円になるんで、それだったら例えば507とかね、ワンクラス上のダックが買えるじゃないですか。16万円というアクセサリーを使ったんであれば、僕はもっと劇的に音が変わってほしいと思いますね。値段的には倍になるわけですから、これ例えば100万のものに16万のものをつなぐんじゃなくて、18万5千のものに16万のものをつなぐんだから、やっぱり音は倍ぐらい良くなってもらわないと困るんですけど、まあ、僕の聞いた感じだと数割ぐらい良くなってるなっていう感じなんで、改善はあるんですけど、やっぱり改善幅としてはもう少し欲しいなというふうに感じました。では最後ね、夏の終わりのハーモニー、クロックなしから聞いていこうと思います。今日のささやきと昨日の争う声、
夏の終わりのハーモニーを聞いてみましたけど、本当にこれね、15万8000円税別っていうのが信じられないぐらい、すごくやっぱりね、ディエコンバート音がいいと思いますね。で、もちろんエアボーのこのチューンアップした AP505 スペシャルもいいんですけども、こうバランス接続で聞いてるとですね、本当にこう、リアルな感じ。あと本当にもうちょっとパワー感があれば完璧だなという感じの音は十分に出てて、15万8000円という DA コンバーターの価格を考えた場合、この UD505X っていうのはね、やっぱり 発売っていうか販売が継続されたのは非常にありがたいなっていうふうに思いますね。では次クロックを入れて聞いてみようと思います。ささやきと昨日の争う声が二人だけの恋のハーモニー夢も箱ではね、続けてエアボーの UD505X スペシャルに変えて、3種類のクロックジェネレーターのね、聞き比べを行おうと思ったんですけども、このままね動画を続けるとちょっと長くなりそうなので一旦動画を止めてですね、この動画はですね TIAC の UD505X とですね、新発売された CG10MX の、音質の比較ということで一応区切ろうと思います。で、最後この夏の終わりのハーモニーはですね、やっぱり音の違いがすごく大きいですよね。雰囲気、僕がいつも言ってる音楽を表現するニュアンスの深さとか、細やかさとか、そういった部分はこのクロックをつなぐことによって、もうこれはもう劇的にって言っていいほど改善したっていうか向上したっていうのは伝わってきたので、やっぱりこうバラード系の音楽聴くときにはこのクロックジェネレーターっていうのはね、すごく効果を発揮するなということが分かりました。ではね、次の動画では DA コンバーターをエアボーの UD505X スペシャルに変えて、CG10MX、一つ前のモデルのエアボー、CG10M スペシャル、そして、ミューテックのですね、10メガの一番安いクロックジェネレーター26万円のですね、ミューテック REF10NAND、こちら3台のですね、クロックジェネレーターの聞き比べをやっていこうと思います。